はい、こんにちは。今日は、波長長のスケールの続きね。前にやった波長長のスケールの続きの話をしたいと思います。まず、見てもらいましょうか。ドレミファ、ミドファが半音で隣同士ね。で、ソラシド、シドドが半音で隣同士、いうのに、まあ、気をつけてみてください。最初の、ドレミファの動き、それからソラシドの動きが全く同じ指使いしていることに気をつけて動画を見てください。これね、薬指開放弦、人差し中指ね。でまた同じように薬指からね、同じ動きしてますね、これね。戻りも同じです。中指、人差し指開放弦、薬指ね。小指使った場合も同じです。全く同じ指使いしてることにね、気づくと思います。はい、それでは、次はここからは人差し指からスタートさせますね。ドレミファソラシド、まあどこのドでもいいんですけど、人差し指からスタートさせる話です。で、この横の、まあ、図を見てほしいんですけど、ドレミファ人差し指、中指、薬指、小指ね。ドレミファで、ミとファ、薬指、小指がくっつきますね。薬指、小指がくっつきます。そして、ドレミファソのソは、ドと同じフレットです。ドと同じフレットが次のドレミファソのソになってますので、次の弦の同じフレットを人差し指で押さえてください。そして、ソラシドも、一緒ですね。さっきと、全く同じ押さえ方ね。ソラシド、シドド、薬指、小指をくっつけますね。それからもう一つ、最初のド、最初のドから、ドレミファソラシドと上って最後のドね、最後のド、これちょうど1オクターブ離れた関係になるんですけど、人差し指と小指ですね、この人差し指と小指がちょうど1オクターブ離れた関係になってますので、この、感覚ね、この指の開き具合もね、しっかり押さえておいてください。それから、これね、このドレミファっていうのと、まあ、ソラシドっていうのがね、同じ、とこ押さえて、同じ指使いでね、同じ指の動かし方で弾けるいうことです。ちょっと動画を見てください。まあ、どこでもいいんやけど、2弦の3フレットから行ってますね。ここくっつきますね。で、同じ、ね、同じ形ね。ね、ドレミファソラシドがね、同じ指でね弾いてますね。はい、次はここのドね、4弦のドから弾いてますね。これ同じ指で弾けるんですよ。全く一緒です。全然難しくないですよ。で、ここ、ちょっと、なりにくいけどね。ちょっとね、フレットが狭くてね、なりにくいですけどね。ここでも、やることできますね。そう。まあ、ここで弾く人、そんな、いいひんけどね。これもちょっと、まあ、やろうと思ったら、できる。ちょっと、苦しいな。まあ、やろうと思ったらやれますよ、ということでした。はい、それでは次は、スケールを少しね、応用させて、アルペジオと、それからペンタトニックスケールいうのをね、練習したいと思います。アルペジオいうのはね、和音を崩したやつね。まあ、要はその、ドレミファソラシドの中の1、3、5ね。まあ、音で言うたらドミソなんですね。ドミソド、ドソミドをね、
同時に鳴らすと C メジャーの和音になるんですけど、それをまあバラしたものです。ペンタトニック、ペンタいうのが5ね、あの5つの音を使った音階いう意味です。1,2,3,5,6 やね。だから音で言うたらドレミソラの並べ替えね。これよくね、日本のメロディー、日本の童謡とかのメロディーにね使われてますのでね、よく出てくる動きです。最初に波長調のスケールね、ドレミファソラシド、それからアルペジオね、ドミソドドソミド、ペンタトニックね、ドレミソラド、ね、ちょっと聞いてください。懐かしい響きですね。なんか聞いたことあるような響きがしますね。よくね、日本のメロディーでね、よくね、こういうの出てきますね。なんか聞いたことある曲やね。適当に音並べ替えるだけでもね、メロディーに聞こえますからね。それではここからがね、少し難しくなるんですけど、今までは全部人差し指からスタートしてましたね。人差し指からスタートして、メジャーのスケール、 C メジャーのスケール、アルペジオ、ペンタトニックと練習したんですけど、ここからは中指からスタート、そして薬指からスタート、小指からスタートね、他の指からスタートさせて練習します。で、弦が、人差し指からいた時は、日本の弦ので指足りたんですけど、それ以外の時は弦が3本の弦に往復でね、またがることになるので少し難しくなるんですが、基本的な、どういうのかな、そのドレミファの動き、ソラシドの動きが同じ動きですよっていう話は、共通です。とりあえずちょっと見てください。ちょっと難しいですけどね。中指からね、行ってますね。中指から行ってます。ちょっと難しいですよこれね。弦がまたがるからね、ちょっと難しい。そしてペンタトニックね。はい、次は薬指から、開放弦使わずね、開放弦使わんといてね。こうね、まずスケールね。はい、次アルペジオです。でペンタトニックね。次小指、ここの銅からスタートしましょう。アルペジオね。これまでの、動きを、しっかり練習してできるようになれば、ポジションの移動とかね、ポジション上ったり降りたり、音が指が足らなくなった時に指をスライドさせたりっていうのがね、自由に聞くようになってくると思うんですけど、ちょっと見てくださいね。こういう感じです。適当なとこからスタートね。でここでずらしますね。ここで戻しますね。自由にね、いろんなところへ。これは、間違えた。これならんかった。難しい。こんなファーならへんけどね。やろうと思ったら、こういうね、移動ができますね。ここもありやね。ここはドレミファーまでしかちょっとあれやけどね。で、戻して。いろんなとこね。
そのハンドリの、まあ、指板ね、あの押さえるところもどこからどこへでもね移動できるようになると思いますのでね、はい、ちょっとあの今日は難しい話でしたけどね、落ち着いて